東京の羽田空港で行われた名人戦7番勝負の第3局愛知県瀬戸市出身の藤井聡太八冠に一宮市出身の豊島将之九段が挑みました対局は藤井八冠が1日目からリードを奪うと2日目の今日もつけ入る隙を与えない展開に95手で豊島九段を投了に追い込み勝利しました 藤井八冠は3連勝で名人のタイトル初防衛に王手です第4局は今月18日に大分県別府市で行われます